勝つことしか考えてないです。うわあ、まあみんな気合も入ってますし、まあそれはもう一緒ですけど、最後の試合ということで、まあ、チームの特殊なボルティスの集大成を見せるというふうに思います。まあ、まずどんな相手でも目の前の敵には絶対負けないという気持ちで臨みますし、相手に優勝させないとかじゃなくて、自分たちが勝つっていうところにこだわって、それぞれ自分たち個人個人の良さを出して、それがチームの良さに変われるように。しっかり結果残して頑張っていきたいなと思います。まあ、7試合勝ってない中で、まあ、ラスト松本アウェーで、まあ、向こうは J1 昇格かかってる試合ですけど、まあ、1試合っていう重みは同じですし、そこはまあ気持ちを負けずしっかりラストを勝利で飾れたらいいなと思ってます。まあ、セットプレーもそうですし、あとはまあ先週というか前の試合で足りなかった、まあそうですね、ゴール前の質だったりとかっていうものをしっかり、まあ、高めることに集中してやってきました。まあ、今シーズンラストになりましたけど、まあ、今年本当にすごい厳しい戦いが続いた中で、まあ、最後も松本で、まあ、J1 昇格のかかってる相手っていう中で自分ら7試合勝ちないしっていう状態で、まあ、すごい、まあ、でも個人としてはこれ以上ないモチベーションにもなってるんで、そこは、まあ、勝利するために皆さんの応援も必要ですし、まあ、遠いですけどぜひ来ていただければ力になりますし、まあ、徳島からにも、応援してもらえたら嬉しいですし、まあ、それはどこからでもそうですけど、まあ、皆さんで戦ってるっていうことを認識しながら頑張りたいと思います。本当、今年最後の試合なんで、最後本当に勝って終われるように頑張りたいと思います。本当にもうチームも今勝ってないですけど、本当にみんな前向きにやってるんで、必ずいい結果が出ると思うので、まあ、全力でやるだけだと思います。本当に今年はプレーオフも行けなかったんですけど、今年最後熱い試合ができるように頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。やっぱり今年1年間、まあ、厳しい中でも応援してくださった方たちがいるので、そう、最後いい形でいい姿見せればなと思います。ゲームメイクしつつ点に絡めればいいかなと思います。でもお客さんも入りますし、そういった意味ではまあ、いい舞台が持ってるんで、まあでもどんな試合であろうと、まあ勝ちたい気持ちは
分ないし勝たないといけないと思ってるんで、まあ、そこだけですね。まあ、厳しい中でも、まあ、1年間通して応援してくださったサポーターの皆さんに最後いい形で勝利が届けられるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。